これが食べたくて仕方ないです。埼玉県八潮にあるカレーの二大巨頭であるアルカラムさんとカラチの空さんの飯ですね。ここのカレーはめちゃくちゃ甘いです。特にアルカラムのカレー超好きで結構行ってます。あとカラチの空はもうカレーもうまいんですけど、やっぱチキンビリヤーニですね。この2つのお店めちゃくちゃやばいんで、まだ行ったことないという方いたらぜひ行ってみていただきたいです。はい、今回の動画なんですけれども、現代では絶滅寸前のアレについてやっていきたいと思います。本題に入る前に、いつもこのチャンネルの動画をご覧いただいている方、本当ありがとうございます。いつも本当にお世話になってます。これからもですね、細々と動画出していくんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、では早速いくんですけれども、今となってはもうフライヤーは絶滅寸前になってるんじゃないかと思います。まあ配ってる方とかもまだ中にはいらっしゃると思うんですけど、もう10年前とかと比べたらもうだいぶ減ってると思うんで、最近フライヤーっていうのをなかなか街で見かけなくなりました。昔は服屋とか行ったらフライヤーが必ず置いてあって、いろんなイベント情報とかアーティストの音源情報とか書かれてたんですけれども、もう最近そういうのがあんまなくて寂しいです。ということでですね、そのフライヤー昔自分結構集めてたんで、自分が持ってる当時のフライヤーをですね、今回は掘り起こしていきたいと思います。ということで、自分が持っているフライヤーをいくつか今回ご紹介していこうと思います。前にもフライヤーの紹介っていう動画作ったんですが、前っていうか多分この YouTube チャンネルを始めた時ぐらいに作った動画があるんですけれども、削除しちゃったんで今回改めて撮り直してます。でですね、いろいろまあフライヤー持ってるんですけれども、一個ずつちょっとご紹介していこうかなと。で、今家が結構車の通りが多いところの近くなんで、車の音が鳴ったりするかもしれませんが、ご了承ください。はい、でちょっと一発目紹介するのはこのフェイプさんのザ・シーズンのフライヤーですね。懐かしいですね、これも2014年4月29日もう名盤ですよね。これも当時なんか配られてたやつ持ってて、大切に今でも保管してますね。いや懐かしいですね。あと半端ないですね。はい、で次にご紹介するのがこの BD さんのセカンドのバランスのフライヤーですね。あ、このバランスも最初聞いた時なんかあんま最初しっくりこなかったんですけど、聞けば聞くほどめちゃめちゃかっこいいなと思って、すげえハマった一枚ですね。裏面がなんかはがきみたいになってるんですね。はいはい、こんな感じになってますね。で次、そうですね、どんどん順に紹介していくんですけど、マンテールパンのフライヤーも発見しました。これが2014年2月1日って感じですね。マンルパです。マンルパも出てる DJ の人が半端なくて、カートマンさん、ヘザマンの弟さん、チャック T さん、ダイさん、スティンピーさん、 JBM さん、メールマンさん、マサルさん、モンドさん、ソースさん、サウンドタダ B さん、トミケンさん、 ZK さん、やばいっす。でバーテンダーがなんとゴッツさん、マカチンさん、ジャーゴットさんっていう、半端ないっすよね。土浦でやってたすごい名物イベントのマンルパが、自分に行ったことなかったんですけれども、多分相当やばいイベントだったはずです。はい、裏がなんとあれですね、アストロレコーズの人たちがやってたショップファンデーションの2周年記念になってますね。ファンデーションさんもすげえよく行ってて、本当にアストロレコーズのモンドさん、カートマンさん、アガさん、めちゃくちゃかっこよかったんで、本当今でもリスペクトしてます。で次がこれですね、メガジーさんのジャスワナイズデッドリミックスのフライヤーも発見しました。これも持ってますね、僕も CD は。このリミックスじゃない方とリミックスどっちも買ったんですけれども、これもかなりかっこいいアルバムに仕上がってましたね。懐かしいですね。なんかこの時の日本のヒップホップは結構買ってて、 CD とか、そう今でも思い出ですね。いろんなお店で扱ってたんですね。これに入ったら、いい飛び夢気分って曲が結構好きでしたね。はい。いや、かっこいいですね。持ってる人いたら教えてください。で、次。ニュートークっていう、あれですね、US の音源とかをミックスした、これもかなりシリーズ化してた CD ですよね。DJ 長介さんって人が作ってたやつですね。ニュートーク、バブルスとか言ってたし、これはなんかどこで買ったか忘れたんですけど、クワンザで買いましたかね。裏面は、白なんですけど、この辺が。
また懐かしいのが出てきました。これニトロキャンプ09のフライヤーですね。ライブ DVD のフライヤーですね。DVD は僕も持ってるんですけども、何回も見ましたね、これは。09。10の2010年のニトロキャンプは自分も遊び行ったんですけど、09は DVD だけで現場行きたかったですけど。で、この09の DVD 買った人だけが、なんか見に行ける、どこだっけ、タワーレコードの池袋店でやった、なんかミニライブみたいなのがあったんですけど、それも見に行って、その時になんか、ダボさんが来ませんとかなんかアナウンスが流れて、会場がめちゃくちゃええみたいになってて、ダボさんいないライブでしたね。で、もちろんゴアテックさんいなかったっす。はい。ゴアテックさんは欠場っていうアナウンスないんだって思いましたね。やっぱそこがいいなって。はい。で、続いて、これです。これが、これ超いいミックスで、プラスチックサーフェイスっていう DJ マッシュさんとモンドさんの共作のミックス CD なんですけれども、これ相当聞き込みましたね。このミックス CD マジでかっこよくて。やっぱモンドさんの特にパートが自分は上がっちゃって、2枚使いとかすごくかっこいいし綺麗ですし。やばいですね。入ってる曲がもう本当に半端なくて、アキネリのフライアウェイから始まって、セブンエール&エソテリックとか入ったりとか、本当、やばいですよね。リンキンパークとエビデンスのハイボルテージ3も入ってるし、で最後ダイレクトピープルのラブ&ウォーで締めるモンドさんの選曲超やばいし、でマッシュさんはもうなんかもう渋すぎっていうとにかくっていうそんな感じの、プラスチックサーフェイス持ってない方は絶対買った方がいいなって思うぐらい自分激推しミックス CD ですね。で続いてが、JBM さんのバンプ2のフライヤーですね。いやこれも聞きましたね、かなり。これに入ってる郊外ジェットって曲が超好きで、小箱千さんとボロさんでプロデュースひむきさんのやつ。や超かっこいいっすね。JBM さん本当に男って感じの楽曲が多いんで、超好きっすね。めちゃくちゃかっこいいっす。裏面が。あ、これ裏面 KG さんの、あれになってますね。セカンドインパクト。やばいっす。で、続いてが、水健さんのデベロップメントですね。デベロップメントも出てだいぶ経ってから僕聞いたんですけど、いやすごいこのアルバムもいい曲入っててかっこいいですね。特にこのジャケットがナイトレードのエアフォースワンっていうかっこいいですね。これに入ってる何曲目だ、ですね、11曲目のスマイル&クライプロデュースドバイマリックさんのこの曲がめちゃ泣ける曲でかなり聴いた覚えがありますね。はい。で、その次にご紹介するのは T2K さんの東京ルールズですね。これも間違いないっすよね。何回も聴きました。これに入ってる、なんだっけな、曲ね。プロセス・トゥ・サクセスっていう曲があって、グラディス・ナイスさんのプロデュースの曲なんですけど、いや、超なんかすいません。かっこよすぎて言葉が見当たらないぐらいかっこいいです、この曲が。まあ、全曲めちゃくちゃかっこいいんですけど、なんかね、かっこよすぎるんですよ、とにかく。すいません、いい言葉出てこなかったっす。あれ、裏面こんな感じになってますね。やっぱフライヤーはいいっすね。なんか持っとくと、こうやって振り返れますし。なんかやっぱ形に残るのっていいなと思います。で、これアフタープレイスっていう上野の湯島にあったエイジアンスターさんがやられたバーのフライヤーですね。アフタープレイスさんも何回か遊びに行かせまったんですけど、すごいいいバーでしたね。ショットバーアフタープレイス、このフライヤーで、お会計から 10% オフっていう。ここ行くとなんかニトロ関係の人たちめっちゃいて、めっちゃ怖かったっすね。はい。そうですね。はい。ちょっとどんどん行きたいと思うんですけれども。これがアンヤコーロってイベントで昔やってたやつの復活イベントだったと思うんですが、レップでやった時に行きましたね。すげえ満員でした。リノさんとかムロさんとかいて、ジブラさんとか、マミーディーさんとかもいましたね。はい。ユーザロックさんとかいて、なんかこのイベントすげえ、ストリート有名人しかいなくて焦りましたね。はい。なんか、このイベントでトイレ行ってたんですけど、普通にトイレから出てきたのがマミーディーさんっていう、なんか、懐かしいですね。で、なんか、僕が元働いてた職場の、同僚の女性のお姉さんの、旦那さんがマミーディーっていう、なんかまた、そういうのもありましたね、昔。
その話聞いた時はすげえ会社でびっくりしたんですけど、あ、恨んでもないです。はい、で次ですね、これがセクソシストのイベントのフライヤーで、もうこのイベントは何回も僕の動画で言ってるんですけど、あのガサ入れがあった日のイベントですね。めちゃくちゃ懐かしいですね、この日のイベントは。まあいろいろあったんですけれども、いい思い出ですね。本当にびっくりしました。あのイルソンの、あのリリースパーティーだったんだっけな。とにかくめちゃくちゃやばかったっす、このイベントは。はい、行った人も何人かいると思うんですけれども、当時のフライヤー残してたんでご紹介しました。で次がこれミスティーズサウンドクラックって言って、ワンローさんが出したミスティーのインスト版だった気がするんですけれども、これ持ってますね、ミスティーの。こんな感じで RGF のあれ入ってますね。はい、セクソシストって感じです。これもすごいいいビートなんですよね。めちゃくちゃワンローさんの CV 本当にビートでかっこよかったっすね。はい、でセクソシストつながりってことで、これもセクソシストのフライヤーですね。まだ保管してました、セクソシストフライヤー。はい、裏面がこんな感じで、セクソシストは本当行ってましたね。このイベントも確か行った気がするっすね。はい、懐かしいですね。でこれがあのクリームっていう土浦のイベントで、茨城県のゴールドでやったイベントですね。フライヤーがすごい、これはなんかちゃんとしっかり作られてて、今まで紹介したフライヤーと違ってすげえなんか熱いんですよね、作りが。めちゃくちゃしっかりした作りで、普通に CN さんが出てるっていう、半端ないですね。でもなんかかっこよくて、裏面もなんかちゃんとこだわって作ってて、ナーティーさんとかいますね。やっぱ CN さんマジでおしゃれっすよね。はい、かっこすぎるっていう感じです。で、これがミクリスさんのマット X のフライヤーですね。これまだ持ってなくて、実は見つけたら買おうかなって感じです。もう12年ぐらい経っちゃってるんですけど、出てからすげえかっこいい曲が入ってるんで、これもチェックですね。ワンマンライブの DVD もついてるみたいなんで、これは見つけたら買います。はい、ということでですね、今回自分の持ってるフライヤーいくつか紹介してみたんですけど、まあ全然まだまだあるんで、また別のやつ作っていこうかなと思います。ということで今回の動画は以上になるんですけれども、恒例の最後の一言でございます。1月にですね、 Web オプションというサイトで公開されていたこの記事があるんですけど、これがめちゃくちゃ熱かったですね。もう車好きならご存知の MCR 小林氏の、あの逸話秘話が載ったこの記事ですね。 MCR 小林さんって言ったら、あの首都高 C1 外回り最速の男ですよね。もう当時何年前ぐらいですか、これわかんないですけれども、 C1 外回りを4分台で走った男っていうことで、もう超伝説の男になってある最速の C1 アタッカー MCR 小林氏のこの車の秘話とか当時の話とかこの記事に書かれてます。もうこの人本当やばくて、あの C1 外回りって、あのストレートそんなないんですけど、その短い唯一長いストレート、谷町ジャンクションから霞ヶ関までの、あの霞のジャンプまでのあの短いストレート区間でもう300キロに到達させてるっていう、もう頭おかしいですね。もう完全なアタッカーで頭狂ってるこの MCR 小林の逸話、見たい方はこのウェブオプションの記事見ていただければと思います。以上です、ありがとうございました。